はいどうも、サックです。たかしです。今日はですね、40代から手に入れる最高の生き方という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね。今すぐ知っておくべき人生を左右するやっていいこと悪いことということで、こちらの本をご紹介したいと思います。はい、この本どんな本かと言いますと、この本は40代を最高のものにするための行動や考え方が書かれた本になります。皆さん40代のイメージってどんなものでしょうか。正直おっさんですよね。そうですよね、実際の40代の方々も今どんな感じかなっていうのをちょっと思い浮かべてほしいんですけども、もしかしたら中には仕事の責任は増えて上司と部下の板挟み、ストレスは増えるのに収入は増えない、子供は進学して支出がかさんで経済的に余裕がない、夫婦の間はお金の話ばかりでイライラして喧嘩も増える、人生を好転させたいけどそんな年でもないしみたいなね、こういった感じでいろいろ不安になることも多々あるんじゃないのかなと思うわけですよ。でこのように不安になるんだけど、もう40歳だし考える時間もないしもう仕方ないよねみたいな、こんな風に考えていませんか。実際著者はリアルにこんな人生を送っていたという風に言うんですよね。42歳でもうどん底に落ちたということを言うわけなんですよ。40代なの怖くなりますね。で怖くなるんですけど、しかしですね、どん底から2年、著者の人生は一変したというふうに言うんですよね。時間、お金、心の余裕が手に入って、家庭内には笑顔が戻ってきたと、収入も1年で副業が本業の3倍の稼ぎを生み出してきたと、そして Twitter のフォロワーは7万人を超えて、そこから仕事も舞い込んできてると、もう人生大逆転ですよ。何か違法薬物とかやってる方ですか。やってないです、やってないです。失礼しました、すいません。著者はですね、自信を持ってこういうわけですね。40代が一番楽しいと。マジで？そうなんですよ。なぜ著者はここまでで変われたのかと言いますと、それにはですね、特別なことは一切してないということを言うんですよね。一つ一つ些細だけど大切なコツを丁寧に実践して磨き続けただけだということを言うわけなんですよ。本書はですね、そんな著者の生活を一変させた考え方とか行動のコツを紹介してるんですよね。著者は声を大にしてこう言います。40代は決して遅くない、むしろ最高の年代だということを言うわけですよ。僕今、38です。最高の年代に行けるんですね。そうなんですよ、そうなんです。そんな最高の40代を送るための考え方が書かれた本書から、今回はなぜ40代が一番最高なのかっていうところをちょっと紹介させていただいた後に、40代を輝かす9つのコツっていうのをね、ちょっとご紹介したいなと思います、最高の40代を送りたい人はぜひ最後までご覧くださいということで、やってみましょう。お願いします。サックとたかしのおしゃべり本洋訳。じゃあまず、なぜ40代が一番最高なのか、こちらちょっとご紹介したいと思います。もう結論言っちゃいますと、それはですね、人生に慣れてくるからだということを著者は言うんですよね。これどういうことかちょっと解説させていただきたいんですけども、40代にもなればさまざまなことの経験値は積み上がって、こう適応力がついてくるんですよね。失敗体験は積み上がって、少々のイレギュラーではこう慌てなくなるんですよ。なんというかこう20代30代っていう修行編を終えて、いよいよ本編に入るみたいな、そんな感じですね。なるほど。著者が40代で生活を一変できたのも、40代になって人生の仕組みや全貌が見えてきたからこそ、思い切った舵取りができたということを言うんですよね。一方で疲れた40代を過ごす方々がたくさんいるっていうのも事実ですよね。その分かれ道は一つです。進むか止まるか、これだけなんですよね。シンプル、シンプルなんですよ。著者は大器は必ず晩成するというふうに言います。たとえ20代30代を冴えない形で過ごしていたとしても、その間にコツコツと積み重ねたものは必ず花開くというんですよね。準備期間が長ければ長いほど大きな花を咲かせますよということを言うわけなんですよ。なるほど。世の中にはですね、成長曲線っていうものがあるわけですよ。これはですね、成長結果っていうのは突然大きく出るっていうものなんですよね。例えば著者のツイッターは初め11ヶ月停滞してたらしいですね。でも11ヶ月目にいきなりバズって、2日でフォロワー4000人増えたりしたらしいんですよ。多分気くるでしょうね。もういきなり来るんですよこんな感じで。これ成功っていうのはほんまにいきなり来ます。なので進んでいればいつかどでかいブレイクスルーが来るんですよね。それが40代で来るって著者は言うんですよ。はあ、なるほど。ただ止まっていてはそのブレイクスルーは来ないわけなんですよね。なので進み続けることで人生は大逆転して大器は晩成すると著者は言うんですよね。これが進むか止まるかで最高の40代を過ごせるか過ごせないかの差だということを言うわけですね。進むしかねえな、そういうことなんですよ。ということでここからは40代を最高にするための積み重ねるべき考え方とか行動、こちらをねちょっと解説させていただきたい。まあそうですね、はい、具体的にどんな行動をしたらいいのかとか、ね、どんな考えしたらいいのかってめっちゃ知りたい。そうでしょ、まあ、進むって言ってもどう進んだらいいのかっていうところですよね。あさっての方向向かっちゃってもさ、そうなので40代を輝かす9つのコツ、こちらをね9つ紹介したいと思います。こちらの9つですね、まあ、1個ずついきましょうか。まず1つ目、 80% でこなす、こちらになります。まあ、著者曰く20代30代に苦労してきた悩みのほとんどがこれをきっかけに解決に向かったと言っても過言ではないというふうに言うんですよね。はい、人っていうのはイレギュラーに弱くて、そしてイレギュラーっていうのは必ず起きるんですよね。そんな時常に 100% で回ってるとすぐパニックになっちゃうんですよ。常に 80% でいることでどんなイレギュラーにも余裕を持って対応できるようになるんですよね。そしてイレギュラーが起きなかった時は時間が余るわけですよ。80% でやってると、そうすると作業にプラスアルファが生まれて行動の質が上がるということを言っています。こういった余裕が人生の質を高めるということを言っているので、まずはこの 80% でこなすというのが1つ目のコツになります。はいはい、では2つ目のコツ、自分で舵を取る、こちらになります。自分のことは自分で決めるっていうことを自分で舵を取るっていうふうに言うんですけども、自分で舵を取るとさまざまなメリットがあります。まずですね、絶対的なストレスが減ります。例えば仕事ですね、上司や同僚から指示を受ける受動的な仕事っていうのは作業になりがちで面倒になりがちですよね。しかしですね、自分からやりたいと思って能動的にやったことっていうのはたとえどれだけ負荷がかかっても前向きに取り組めますよね。自分で舵を取るとモチベーションも作業の質も爆上がりするわけですよ。なんで何事も自分で舵を取るようにしましょう。これやってるかやらされてるかっていうことですよね。そういうことですね。本当そう思う。これが自分で舵を取るっていうところになります。はい、では3つ目のコツ、迷ったら進む、こちらになります。前に進むかそれともやめるか、人生でこういった選択することっていうのは多々あると思うんですよね。しかし著者は進むっていう選択肢があるんなら進めって言うんですよね。進むか止まるかなら進めなんですね。そうなんです、なぜならですね、挑戦そのものが経験値になるからです。質っていうのは量からしか生まれないんですよね。なのでとにかく数をこなせと。なんで進むかどうか迷った時、メリットデメリットいろんなことが頭に浮かんでなかなか決められないっていうのはよくあると思うんですよね。いろいろ考えちゃって動けなくなる。そんな時はもう迷ったら進むっていう風にもう決めておきましょう。進もう。そうなんです。これが迷ったら進むっていうことですね。はい、じゃあ4つ目のコツ、やりたいことはやる、はい、こちらになります。40代になるとやらない理由っていうのがね増えてくるんですよ。仕事が忙しいとか、子供の世話がある、経済的に厳しい、時間がない、こういったねもう全ての要素じゃないますか。そうなんですよ。もうやらない理由増えてくるんですよね。しかしですね、一度きりの人生それでいいんですかっていうことを著者は言うんですよね。もうやらないと確実に後悔しますよと。そしてですね、大抵のことっていうのは工夫次第でなんとかなるんですよ。著者も43歳で Twitter 始めて1年で年収の3倍稼いだわけですよ。もう遅いなんてないしできないなんてないっていうことをね、しみる言うんですよね。もうしみちゃってる、しゅんでるしゅんでる遅いことなんてないしできないことなんてないんだよ。そうなんですよ。もうこれをね胸に刻んでください。これがやりたいことはやるっていうところですね。はい、では5つ目のコツ、モヤモヤを我慢しない、こちらになります。なんだかモヤモヤする、違和感がある、そんな時は最速で対処してすっきりさせた方がいいということを言います。なぜならですね、違和感とかモヤモヤっていうのは精神衛生上良くないからなんですよね。心のモヤモヤっていうのは心が危ないよって教えてくれてるサインなんですよ。つまり防衛反応が働いているようなものだということを著者は言います。それほっとくと心が勝手にすり減っちゃうんですよね。またですね、ほっとくと対処が後手後手に回ってストレスも増えちゃうわけです。なんせ悪いことばかりなんで、なんかモヤモヤするなっていう時はそれを最速で解決するようにしましょう。はい、これがコツの5つ目になります。わかりました。はい、では6つ目のコツ、圧倒的な相手目線、こちらになります。良い人生を送るには人に好かれて人を巻き込む力っていうのも必要ですよね。その力を手に入れるには圧倒的な相手目線を持つといいということを著者は言います。人は誰しもですね、ついつい自分目線で物事を考えがちですよね。自分大好きなんで。しかしそれでは人はついてこないし巻き込めないわけですよ。全てを圧倒的なまでに相手目線にして相手優先で考えてみましょうということを言います。そうやってギブを繰り返していると必ずギブが返ってくるんですよね。なのでまずは圧倒的な相手目線で圧倒的なギブをしましょう。そうすると人に好かれて人を巻き込めるようになるということを著者は言います。自分を捨てろということを言うわけですね。なるほど、はい。では7つ目のコツ、体に投資する、こちらになります。そもそも何をするにしても健康であることって大前提ですよね。そうですね。もうここが崩れるともう全てが崩れるんですよ。特に40代っていうのは体力も落ちてきて病気もちらほら出てきがちなんですよね。せっかく20代30代の苦労が実を結んでこう軌道に乗ってきても体を壊していては後悔しか残りませんよね。なので、運動、食事、睡眠、これはねもういいものにしましょう。もうこれは鉄板になると思うんで、間違いないですね、はい。この辺を気をつけて、体に投資してください、はい。これが7つ目のコツですね、はい。では8つ目のコツ、思考は15分まで、こちらになります。何かに悩んだりして悶々と考えてたらいつの間にか1時間2時間経っていることもありますよね、うん、しかしですね、大体そういう時って堂々巡りに考えていて何も解決してないみたいなことがよくあるわけですよ。そうすると心の余裕はなくなって焦るし疲れるしもう最悪なわけですよね。これの解決方法はシンプルです。思考は15分までって決めとくんですよね、うん、15分以内にとりあえずでもいいんで答え出すんですよ。15分で。そうなんです。こう聞くとですね、いや答えが出ないから時間かかってるんちゃうのって思うかもしれないんですけども、それはですね、精度の高い答えを出そうとしてるから時間がかかってるんですよね、うん、精度を求めずにとりあえず答えを出すだけなら15分でも誰にでもできます。そうすると頭が常に整理されてすっきりするし心の余裕っていうのも出てくるわけなんですよ。なるほどね、はい、だから考えすぎるなということを言っております、はい。で最後のコツ、3つの余裕を手に入れる、こちらになります。3つの余裕っていうのは要は時間、お金、心、この3つの余裕です。僕が欲しいものすべて、そういうことなんです。時間、お金、心、全員欲しいと思います。この3つの余裕を手に入れれば人生っていうのは最高のものになります、はい。まずですね、時間の余裕を作りましょう。これはどういったテクニック使ってもらってもいいんですけども、まずは余った時間を作り出すわけですね。そうして余った時間で副業してお金の余裕を作れということを言います。そうして時間とお金の余裕ができれば心の余裕っていうのも必然的に生まれるんですよ。こう聞くとね、いやそれができれば苦労しないよと思うかもしれません。思ってます。いや時間作れねえ、お金作れねえと思うかもしれないんですけど、しかしですね、そうやって何もしなければ今までと同じ日々の繰り返しですよ。まずはこれまで解説してきたようなことからでもいいんで始めて余裕を作るっていうことに真剣に取り組んでもらいたい。真剣にね。そうなんですよ。ガチで。そうなんです、ガチです。やろうと思えば絶対できるんですよ。まずは信じるところから始めて、はい、何でもいいんでとりあえずやってみましょう。やろう、はい、もうそれが非常に大事です。そして3つの余裕を手に入れようということを言います。これがですね、40代を輝かす9つのコツになるわけですね。こういったところを意識していただくと、40代というのは最高のものになると。もう大器は晩成するということを著者は言ってますので、なんかちょっとこう今までの人生ね、好転させたいなっていう方はこういったところから取り組んでいただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。